Going down, na, 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 na. It's going down.
食材です。ここに来る前に昔の同僚に頼んで調べてみました。あのシェフの取引履歴に特に怪しいところはないようです。最近ニューシティでとある伝説の食材の噂が流行っているんです。願いが叶う人魚の肉だとか。でも伝説というくらいですし、実在するわけないですよね。さあどうでしょう。でも私がなくした食材は他の人にとっては特に価値がないのかもしれませんわ。それが何なのか説明すれば他の人は驚くかもしれませんね。しかし私にとってそれは宝物なのです。心配しないでください。あなたの気持ちはわかります。わかるとおっしゃいますか。本当の思いを心の奥底に隠している人を私はたくさん見てきました。彼らには自分のことを理解して自分の本音に耳を傾けてくれる仲間が必要なんです。一流の美食家でも庶民の料理を食べてそれを宝物と思ったっていいんです。それを気にする必要なんてありません。どうしても理解が得られないのであれば、よろしければ。私が手伝って差し上げましょうか。あ、そうですか。ありがとうございます。さすがは MBCC 局長様の部下と言うべきでしょうか。何でもよく知っていますね。マキアートさん、本当にあなたっすか。さっきの歌がマキアートさんに届いたっすね。歌って何ですか。レインさん、あなたが言っていることがよくわかりません。全然いいっすよ。マキアートさんが本当に現れてくれただけで超嬉しいっす。それにカベルネさんもいるなんて。向こうで昔話でもしませんか。あっちにマキアートさんの知り合いが何人もいるっすから。あそこのお客様の中には料理業界に携わる者もいます。もしかしたらこのパーティーに関する情報をつかめるかもしれません。これはチャンスです、局長。心配しないでください。私は自分を守れますから。
まだ覚えていてくれてありがとうございます。では行きましょうか。マキアートさん、もっともっと私を満たしてください。俺も、俺にも、マキアートさん、見てください、この俺の従順な姿勢を。頼むから俺を先に。僕たちはマキアートさんの言いなりになるべきだ。あんたが彼女にお願いできる権利なんてない。その通りよ。いいわ、あなたからしてあげる。あ、局長ですか？申し訳ありません、局長。お見苦しい姿を見せてしまって。ご安心ください、大丈夫です。昔のお客様ですから、これは彼らにとってはただのご褒美ですよ。ですから私が何か質問すればきっと何でも答えてくれるでしょう。また後でお会いしましょう、局長。局長、顔が赤いですよ。もしかして気温のせいですか？これを食べてみてください。あのマキアートさんの友達からもらったものです。美味しいですよ。これはうまいぜ。それにどこか痛むならこれで冷やせばいい。とっても気持ちいいからな。これはさっきの綺麗なお姉さんたちが私に食べさせくれたアイスです。とても美味しいですから、カベルネさんも食べてみませんか？そうなの？どのくらい美味しいのかしら。いい香りがしてひんやりとしています。レモンとカイエンが入れられているからでしょうか。甘すぎずとてもすっきりしていますよ。海を見たことはありませんが、これこそ海の味だって思っちゃいます。悪くない表現ですわね。まるで自分も食べた気になりますわ。ここのアイスもこだわりの食材が使用されているようですね。一味違う気がしますね。この前食べたのよりコクを感じます。調理の方法ではなく食材の違いのようです。まるで肉類が入っているような。でも肉の味はしませんね。そういう食感がするというか、あるいは。局長、一口くれませんか？ありがとうございます。うん、確かにこのアイスは前に食べたのと違いますね。
味は美味しいんですが。あまり食べ過ぎないでくださいね。後で晩餐会がありますわ。アイスで満腹になってしまっては、もっと美味しいものを味わえませんわよ。そうですね、まだ晩餐会があるんでした。本当はもう少し食べたいですが、カベルネさんがおっしゃる通り、やっぱり晩餐会の方が楽しみです。盛り上がっている最中申し訳ありません。グランシェフからのお知らせです。前菜のスープのご用意ができております。行きましょう。もし遅れることがあればシェフに失礼ですわ。Shake it, shake it, shake it.